ルドミラ・アレクサンドロブナ・プーチナは、ロシア連邦大統領、首相のウラジーミル・プーチンの元夫人。再婚後の姓は、オチェレトナや、旧姓はシュクレブネワ。ソビエート連邦カリーニングラードの出身。若い頃のリドミラ・プーチナ結婚前は、ローカル線の客室乗務員であった。1986年でニングラード、大学哲学部を卒業する。大学では、文献学と、 スペイン語を収めた。また、1990年に復学し、ドイツ語を学んだ。1983年7月28日、ウラジーミル・プーチンと結婚した。二人の間には、1985年生まれのマリアと1986年ドレスで生まれのエカテリーナの次女が生まれた。プーチンの登録勤務もあって二人の娘は、1999年プーチンの 首相就任まで、モスクワドイツ学校に在学した。1993年カリーニングラードで、大きな自動車事故に巻き込まれ、重傷を負った。事故が契機となって政教に熱心に経営するようになったと言われる。また、1999年まで数年間、テレコミンベスト社の代表を務めている。リュドミラ・プーチナとウラジーミル・プーチン・プーチンが、首相、 大統領代行を経て大統領に就任し、リュドミラ夫人も名実ともにロシアのファーストレディとなるが、彼女はロシアの伝統に従い、大統領夫人として公式行事の場に臨席する以外は積極的に政治の場に口を出すことはしなかった。もっともロシア語教育については若干の影響を及ぼした。リュドミラ夫人はロシア語発展基金の総裁でもあり、 2000年代初めに、ロシア語の綴りについての改正思案は、夫人の反対にあって実現しなかったと言われる。2013年6月6日の夜、クレムジンの宮殿で、プーチン大統領とバレエを鑑賞した後に、二人が離婚したことが発表された。2016年、2015年に21歳年下の実業家、アルトゥール・オチェルトニーと再婚した、と報じられた。 ありがとうございます。